ランディ来ちゃったよ。ということでね、あのランディ・アロザレーナがマリナーズに加入することになりました。トレードデッドラインまで残り5日ほど。今日はこの他ダイヤモンドバックスがマーリンズから AJ パクを獲得するなど、ようやく本格的にトレードの季節らしくなってきたところですが、打線に大きな大きな穴を抱えていたマリナーズがレイズからランディ・アロザレーナを獲得したと両球団から正式に発表がありました。マリナーズは直近29試合でわずか9勝、地区首位はおろかプレーオフ進出もこのままだとだいぶ厳しそうな雰囲気が最近の試合から漂っていた中で、特に打線が日に日にひどくなる一方でしたから、アロザレーナ獲得でフロントが今季を諦めていないこと、真剣に打線補強を行っていく姿勢を示してくれたのは本当に嬉しいです。アロザレーナは昨年オフにもイーサック・パレデスと共にマリナーズが狙っているのではなんて話もありましたが、まさかそれが実現するとは。アロザレーナだけでどうにかなるような打線ではなく、デッドラインまでまだまだ補強は必要だとは思いますが、最近元気のないチームに再び活気をもたらすトレードとなってほしいですね。今回はマリナーズとレイズ間で成立したトレードを主にマリナーズ側から見ていきます。今回のトレードの全容がこちらとなります。マリナーズがアロザレーナを獲得し、見返りとしてレイズは3人、ベースボールアメリカのランキングでマリナーズ参加14位の外野手エイデン・スミス、同じく参加15位の先発投手ブローディ・ホプキンス、さらには後日発表選手1人を獲得しています。トレードの第一印象としては、今まさに勢いを失っているマリナーズがワンプレーですとか一振りでチームに勢いをもたらすことができる、そんなスター性を持ったアロザレーナを連れてきて課題の打線を補強、特にハニガーがボロボロの今右の外野手が必要でしたんで、その点でもアロザレーナはいいフィットかなと。見返りに関しても正直放出が惜しい選手ばかりであるんですが、アロザレーナクラスを獲得するためだったら後日発表選手次第なところもあると思いますが、今のマリナーズのマイナーシステムも考えますと許容範囲内ではあると思います。一方でレイズは長いこと噂は出ていましたが、ついにアロザレーナを放出。年俸が上昇局面にありますので、遅くともコンフまでの放出は規定路線だったと思いますが、ここで利確してきました。マリナーズから獲得したスミス、ホプキンスは共に今季評価を上げているプロスペクトで、嫌なところを取られたなと思いますし、また後日発表選手もおそらく一定レベル以上の選手なんじゃないのかなと。かつて後日発表選手でシェーンバズを獲得してきたレイズのことですから、一体誰を引っこ抜かれるのか内心ビクビクしています。マリナーズから見てレイズとのトレードに関していい思い出が少ないというのもありますね。マリナーズは現在 AL 西地区2位、首位アストロスとも1ゲーム差なのでまだまだ先はわからないのですが、しかし打線が完全に壊れており、ここをどうにかしないことには先は見えない状況でした。前半戦を総括する動画でも触れましたが、1試合平均 3.75 点は MLB28 位、 WRC プラス93は MLB23 位、 MLB でも下位レベルのパフォーマンスであり、正直再建中のチームの方がよっぽどいいバッティングをするでしょう。また後半戦始まってからさらにひどく、最初の6試合でなんと11得点、うち4試合で1点以下と、もはや攻撃を放棄しているんじゃないかと疑うくらいの内容で、ここに追い打ちをかけるかのごとく、フリオ・ロドリゲスが守備中にフェンスに激突したことで足首を痛めて IL 入り、 JP クロフォードも先日のエンゼルス戦で指にデッドボールを受けて小指の骨にひびが入って、こちらも IL 入りと、主力選手までも相次いで怪我で失ってしまっています。チームとしてもかなり追い込まれていまして、一刻も早い打線補強というか、まず普通にメジャーリーガーが必要といった感じでした。そんなチームですから、アロザレーナの加入が嬉しくないはずないですよね。シーズンの中で好不調の波ある印象の選手でありますが、初めてのフルシーズンとなった2021年以降は毎年 WRC プラス120以上をマークするなど、シーズントータルでの安定感に関しては見せていますし、今季も序盤大スランプに陥っていたはずなんですが、気がつけば WRC プラス109まで戻しています。またアロザレーナといえば短期決戦での強さも印象的ですよね。大舞台で無類の強さを発揮してきた選手で、それはプレーオフ通算の成績が証明していますし、また日本の野球ファンの間でもメキシコ代表として出場した昨年の WBC 準決勝、日本戦での活躍ぶりは記憶に新しいことでしょう。ものすごく成績がずば抜けているわけではないかもしれませんが、リーグ内でも有数のスター性を持った選手だと個人的には考えています。そんな選手でありながら、まだ保有権があと2年半残っており、まあ年俸が上がっていますので、マリナーズが実際にキープするかはともかくとして、当面の戦力としてカウントできる点も嬉しいです。一方で短所を挙げますと、空振りが少ないわけではありませんので、マリナーズが今抱える三振の問題を改善させるタイプではないこと、さらにはレフト守備でマイナスを叩き出している点があるでしょうか。ただまあそれも打てば問題なし、問題なしのはずなんですが、先ほども少し触れたように、アロザレーナはそのバッティングで今季は序盤だいぶ苦しんでいました。
空振りが増えハードコンタクトが減ったことで打撃成績が大幅に下がり、5月末の時点での WRC プラスがわずかに68、 MLB でもワーストレベルのバッターであり、レイズ打線の中心たる彼が苦しんだことはチーム全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼしてしまいました。しかし幸いにも6月以降はアロザレーナらしさを取り戻しつつあり、6月1日から7月24日までの WRC プラス161は同期間の MLB 全体でも19位の好成績、打率2割1分1厘、OPS7 割1分2厘のシーズン成績ほどに心配する必要はないのではと考えています。どちらかといえば、まあやっぱり T モバイルパークへの対応ですよね。もうこればっかりは来てみないとわからんというのが最近の結論。引っ張り方向で結果を出せる選手ですから、それがシアトルでもできるんだったら心配はいらないんですけれども、もはや誰なら T モバイルパークを攻略できるか全くわかりませんので、もうこれはね、アロザレーナが適用することを祈るしかありません。一応わずかながらのサンプルをご紹介しますと、アロザレーナは T モバイルパークで通算45打数13安打、OPS8 割4分4厘とはなっています。で、個人的にはアロザレーナに関してはバッティングもそうですが、一番期待したいのはチームにエネルギーをもたらすことですかね。最近のマリナーズは本当に画面越しで見てても苦しさが伝わってくるというか、辛い試合ばかりで、ブライス・ミラーは前回登板後に今は誰も野球を楽しめていないと、なんとも悲しいコメントを残しています。こんな様子ですとクラブハウス内にも重苦しい空気が漂っていそうですが、アロザレーナには少しでもこれを変えてほしいなと。そういうことができるスター性を持った選手はリーグ内でも多くないですし、マリナーズのホランダー GM もトレード後にアロザレーナをダイナミックでハイエネルギーな選手と評し、クラブハウスにもいい効果をもたらすと話しているあたり、おそらく同じような期待はフロントにもあるんじゃないのかなと。チームとして全くうまくいっていないここ1ヶ月ほどですが、フロントはまだまだ諦めていない、チームの力を信じていることを示す動きに出ましたから、現場もどうかもう一度立ち上がってほしいものです。一方で対価は本当に惜しいです。スミス、ホプキンスともに昨年のドラフトで指名し成長を見せていた選手たちですからね。スミスは昨年の40名指名の20歳の外野手で、高いアスリート性が売りの選手、スピードもあり将来的にセンター守備もハイレベルでこなすそうなポテンシャルを秘め、当初はバッティングはだいぶ荒いという評価が多かったですが、今季シングル A でここまで WRC プラス136と予想以上の活躍ぶりもあって評価を上げていました。メジャー到達まではまだまだ時間を要するでしょうが、ポテンシャルの高さもあって媒体によってはこのままいけば球界全体トップ100に入れるところも出てきそうなプレーぶりだったと思います。ホプキンスは昨年60名指名を受けたピッチャー、現状参加内では先日ご紹介したローガン・エバンズに次ぐピッチャーという評価が多く、十分なサイズの体から3クォーター気味に90マイル中盤の速球、ここにスライダー、チェンジアップなども織り交ぜます。コマンドが常に課題の選手で、そこが解決しなければリリーフに回らざるを得ないかもしれませんが、今季シングル A18 先発で防御率 2.90 と思ったよりやれているのは好材料でしょうか。2人とも一定以上のプロスペクトだと思いますし、後日発表選手のレベル次第では、まあアロザレーナだったらこれくらいは必要だよなと思うくらいのパッケージには最終的になるかもしれません。ただマリナーズ的にはエマーソンら球界内でも評価の高いトッププロスペクトを守った意義も大きいでしょう。この後のトレードで例えばハリー・フォードあたりを使うというのもまだまだできますから、もちろんこの面々も惜しいのは惜しいのですが、勝つためにアロザレーナを取るためだったらこのトレードはやるべきだろうとも思っています。ということで、まずは打線補強の1点目を打ってきたマリナーズ。ただ当然これでは終われません。1人取って解決する打線だったらこんなことにはなってないですからね。よく言えばもう2人くらいはまともなバッターは欲しいですし、それを叶えるだけのマイナーシステムもマリナーズにはあります。手を緩めずにまだまだ補強してくれるものと思っていますが、ひとまず1つ目の補強に関しては満足ですし、インパクトある動きでチームに対してもフロントの姿勢を明確にできた点でも良かったのではないでしょうか。あとは本当にそろそろ勝ち始めてください、頼むよ。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。